はい、皆さんおはようございます。ギガのジュラシックワールドへようこそ。いやー、さてトーナメントね、スピノサウルスのトーナメントね、終わりましたね。どうでしょうか皆さん。はい、僕はなんとか、がっつりね頑張ったんでゲットできました。こんな感じです。かっこいいね、これなんかこう口のフォルムとかなんか全然第一世代と全然違うような気がするんだけど、こっちの方が圧倒的にスピノサウルスって感じがするよね。そう。そしてこの鱗感がすごいね。なんか再現度が。鱗感の再現度すごい。はい。で、赤いヒレね。いや、かっこいいね、本当に。はい。ということで、今回こいつをね、作っていこうかと思います。はい。いやー、かっこいいね。はい。おお、すごい。がっつり食うね。はい。モコタンがね、なんか僕のこのこういう言葉にこう受け答えするようになんか反応してましたね。はい。ということで、ピアノ打ちしていきましょうか。はい。さあ、一回進化を一発成功。ちょっと色がついたかな？おー。ちょっと。おー。ピンク色のなんか稲妻みたいなのが走ってる。そして、ヒレもより赤くなったかな？はい。いやー、かっこいいね。普通にかっこいいわ、これ。おー、スピノサウルス。第一世代はなんかちょっと丸みを帯びた口だったような気がするんだけど。これかっこいいな、普通に。はい。ピアノ G していこう。スピノサウルスってこんな、第一世代の時こんなフォルムだっけな。もう第一世代の、3回進化以下未満のやつは覚えてないんでね、正直。はい。2ペア目。はい。2ペア目。3ペア目。はい。すごいね。カプセルの中にスピノサウルスが入ってる。めちゃくちゃでかいね。このカプセル。すんごいでかい。そう、すごいよね。こんなに、こんな、生体のスピノサウルスが入るんだって感じのカプセルですよね。おー、かっこいいね、本当に。はい。大人気恐竜ですからね、スピノサウルスすると。誰もが好きなって感じですね。はい。ジュラシックパーク3での、まあ、スピノサウルスがすごいインパクトがあったってことでね。大人気になりましたよね。はい。まあ、こんな感じですね。一回進化。いやー、かっこいいね。微妙にピンクが入ってるっていう感じでね。はい。なんか、色合い的にこう、こんな感じが好きだな。まあなんか、3回進化しちゃうと逆にダサくなってしまうっていうね。それがこのゲームにはあるんで、ちょっと、まだ油断はできないですけどね。はい。さあ、さらに赤くなったか？アイコン的に。2回進化。おー。わお。めっちゃピンク、紫って感じですね。なんか。おお、ピンク、紫って感じ。さあ、一応、2回進化。お、もう一匹作っちゃおう。なんかすごい紫とピンクっていう感じですね。やっぱフォルム、口のところのフォルムは、
第1世代と同じようになんか丸っこくなっちゃうのかな。ちょっと気になるね。はーい。さあ、ということで餌がね、足りなくなったんで補充しましょう。さあ、1000万餌ぐらい。さあ、3回進化。行ってみましょうかね。3回進化。さあ、おお、なんかすごいぞ。一気になんかすごい化けたな、これは。一気に化けたパターンだ、これ。頭の後ろにすごいなんかトゲが生えてるし、口もなんか、丸みを帯びたというか、なんかよりいかつくなったよね。うん。これはちょっと期待できるんじゃないか。さあ、なかなかじらしてくるね。さあ、来た。いでよ。2回、3回進化のスピノサウルスの第2世代。いでよ。おー、なんだこりゃ。おー、なんかすげえドラゴンみたい。顔がドラゴン。うわ、かっけえな、おい。めっちゃかっこいいやん、これ。ドラゴンみたいな顔が。顔つきドラゴン。背びれもなんかすんげえトゲトゲになってでっかくなって。おお、ドラゴン見てなんかすげえな、かっこいい。いやー、これはかっこいいな。すげえかっこいい。おお、いやー、まるでドラゴンだ、ほんとに。肉食の二足歩行のやつでドラゴンっていう見た目のやつはいなかったですからね、今まで。ねえ、なんか翼竜ではスコリプテルスがドラゴンで、なんか、両生類では、なんだっけな。名前ちょっと忘れちゃったけど、ドラゴンみたいなやついましたよね、なんかね。いやー、かっこいいね、これは。これはすごい。ドラゴンのようだーって感じですね、まるで。さあ、レベル40、最大。最大レベルに達しましたということで、ステータス。2796の体力と874のアタック。ということなんで、まあ、第1世代かは強いですけど、ちょっとやっぱ、アタックがね、4桁いってないので、まあ、非常にかっこいいんだけども、性能が微妙というか弱いっていう感じですね。そこが残念なとこですね、正直。かっこいいんだけどな。本当に。ちっちゃい、文字がちっちゃい。一部の学者は、スピノサウルスの背には背びれではなく、水を溜めるコブがあったと主張しているが、エンジンは第1および第2世代を、なんで、設計かな？設計するときにその、なんだ、ちっちゃくて読めない。なんとかお酒だ。ローンかな？スピノサウルスとスピノサウルス第2世代にはワニのように目のすぐ近くに鼻、鼻孔がある。スピノサウルスは T-Rex よりも体長が長く体重も重い。つまりスピノサウルスは恐竜世界で最大の肉食恐竜なのだ。まあそうみたいですね。初めて発見されたスピノサウルスの第2世代、化石は第2次世界大戦時、ミュンヘン空襲の際に破壊されてしまった。その後、再び発見されるまでに50年の月日を要した。そうなのか。スピノサウルスで化石は一回壊れてしまったんだね。世界大戦で。そっかそっか。結構大変だったね。いやー、これかっこいいな、本当に。ドラゴンみたいだ、本当に。
ドラゴン。おお。すげえ。おお。いやー、ドラゴンのようだって感じですね。本当に。これは本当に鑑賞用としてもバッチリなんでね。はい。ゲットした人はぜひ育ててみてはいかがでしょうかという感じですね。はい。という感じで、この辺で、今回はこの辺で終了したいと思います。